ハロー、デブリワン、オリンデブ橋です。今日はですね、銀座で梯子飯をしてまして、1軒目ハンバーグ、2軒目ハンバーグ、3軒目といきなりお前大丈夫かと思った皆さん安心してください。3軒目はせっかく銀座に来てるんだったら、ちょっとねリッチなおしゃれなスイーツもね食べてみたいと思って、前からね来たかったこちらのボンボヌールっていうお店に来ました。すごい前から気になってたの。すごいおしゃれでしょ。ネタバレになるからね、パカパカしちゃうけど見せきらないスタイルですね。そう、でもどうせね冒頭にね短編が流れるからすでにネタバレしてるって、サムネでもネタバレしてるってかもしれないですけどねこのやっぱりフルーツ使っていて時期によって変わるから、この今のね旬がある桃とメロンを使ったねスイーツ攻めを今日はしたいと思います。シバッシャン VA スペシャル1つとパルフェムロン1つ。今回ね、ドリンクセットにしたんだけどね、選べるドリンクの中からは、自家製レモンスカッシュ。ねえ、すごい、もう夏って感じだよね。夏来たぜ。行きたいね。外かなり暑いですよね、本当今日は。皆さんね、あえてカットしてますけど、2軒目からこの3軒目移動するときにね、実はスイーツ屋さん2軒ね行けなかったんですよ。食べようと思ったものが完売しちゃったりとか、もちろんこの店も前から来たかったんだけど、それもうめちゃめちゃ銀座歩いたよね。いやー、ほんと暑かったけど、このレモンスカッシュ飲んで生き返りました。うん、甘さ控えめ、すごい。こちらが当店のお名物のセバスチャンブリュースペシャルですね、はい、で最後仕上げをさせていただきます、はい、一体チーズで冷やした桃のシャベットを周りにかけていきます。うわ、涼しい。おいいね、液体窒素で凍らしたね桃をさ周りに散りばめることですごい涼しげな空気が流れる。さあ出てきました、こちらがね名物のスイーツということだけど、見て見て、これ桃じゃないの、桃の形をしたねスイーツ。見た目はもう完全桃だけどね、これはね中にソース隠されてるから早くパッカンしたいよね。その周りにはマカロンだとかねラズベリー敷き詰められて、うわーきらびやか。うん、桃。さあ、お待たせしました。というわけで、これをいざパッカンしてまいります。ねえ、この桃中はどうなってるのか、オープン。どう、これもね2軒目のハンバーグ同様、こっちからは全く何も見えません。どう、トロンしてます。うわ、本当だ、トロンしてる。これはすごいね、びっくりした。ほらこれね、外側はさちょっとこうパリッとしたねなんかチョコ生地のようになっていて、それを突き破ると中ムース、そしてソースが入ってるわけですよ。これで桃を表現してるんだね。じゃあこれ食べられる、一口サイズに割ってからいただきます。うん、美味しそう、いただきます。うーん、桃。すごいな、このフルーティーな桃のね果汁感がすごい、桃の甘みと香りがふわーってね舞い上がるような気持ちになるね。これね、これ誰もが幸せになるわ、美味しすぎ、びっくりした。うん、完成されてます。ほんと外側パリッとして中がトローンとしてるんだよな、このやっぱり食感の綺麗、楽しいし、中に隠されたこのフルーティーな桃ソース、これがね全体のこう見た目だけじゃなくて桃という世界観をねちゃんとこの見た目も美味しさも作ってるよね。もう誰もがお姫様気分になる、誰もがビーチ姫になれる、そんなスイーツかな。クッパだぞ。こうやってねマカロン、ちょっとミニ型のねマカロンもついてるんだよね。うん、マカロン。おお、出てきます。意外と大きい、写真見たらねちょっとミニパフェサイズなのかなと思ったんだけど、ほらすごい大きさでしょ。ほら、こんなね見るからにいいメロン使ってますっていう感じだけど、いただきます。
うわー超みずみずですよ、ね、メロンの果汁がシュワーってね溢れ出てくるね。ちょっとこのね、うん、ちゃんとこのゼリーもメロンゼリーだ。手抜きしらずだな。ほら見て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 、中にねまたこのサクサクのねパイ生地隠れてますよ。じゃあこれもうね、よいしょ、豪快にいっちゃいます。中からほじっくり出して、うん、アイスを今そのまま食べちゃったけど、これだね贅沢な食べ方、ね、正解見つけました。いただきます。うーん、このメロンにメロメロいつまでねそんなこと言ってんだったさらにね削り出せるかな。ほら下、一番下にメロンのコンポートが眠ってるんだよね。うん、下はね、なんかちょっとこう酸味があってね、爽やかな感じ。うん、これはいくつでも入れちゃうわ。お腹いい。いやー、美味しかったね。美味しかったですね。じゃあ、ハッシーさん、こちらのお店、なんでブリシャスでしたか？今回は、ハチデブリシャスでお願いします。いや、すごい満足感あったな。本当美味しかったしね、意外と穴場かなと思います。結構銀座のカフェってよく行くんだけど、なんかどこもね満席で入れなかったりする中、銀座三越のファッションフロア4階にあるっていうこともあって、実はあんまり知られてないんじゃないのかなと思うよね。それでいて素晴らしい見た目、そして美味しさのあんなねファッショナデブルなスイーツを食べられるなんて、本当めちゃめちゃ感激しました。まさにデブリシャスなスイーツ、デブリシャスイーツというわけで、皆さんね、今回の銀座はしご飯いかがでしたでしょうか。ぜひね、まだチャンネル登録されてない方は登録、そしてグッドボタンもお願いします。あなたの街にデブが食べ歩きに行きます。それではまた、デブはナイスです。豪快だな